ムハンマド・フワード・マースームはイラクの政治家。2014年から2018年まで同国の第7代大,大統領を務めた。クルド人のベテラン政治家で2014年の国会議員選挙後に大統領に選出された。ヒアラブ系の大統領は前任のジャラルタ・ラバニに次いで二人目である。マースームやマスームとも表記される。 アルビール県小屋市でフラーマーン地方のハバネン村出身の一家のもとに生まれた。18歳までイラクのクルディスタン地域の様々な宗教学校で学んだ後、バグダード大学で法学とシャリアを収めた。1958年にはカイロに留学し、アズハル大学で高等教育を修了した。1968年にバスラ大学教授の職を得て、 1975年には、アズハル大学から、イスラーム哲学の博士号を取得した。1962年、マースウムは、イラク共産党に入党した。1964年にはシリアを訪れてシリア、共産党初期のハリード、バクダシュと会談したが、その際のバグダシュのクルド人に対する姿勢に幻滅し、離党、クルディスタン民主党に加わった。 1968年の時点で、マースウムは PDK のバスラ代表であった。クルド革命期にはカイロに移り、1975年まで統治の代表を務めた。1976年、マースウムはクルディスタン愛国同盟の共同設立者になお、連ねた。1992年にはクルディスタンの初代首相に就任した。 2003年の有志連合国によるイラク侵攻後は、クルディスタン代表団の一員としてバグダートに戻り、憲法制定委員会の委員となった。2010年には国民議会の初代議長となった。2014年、マースームは国会でイラクの第7代大,大統領に選出された。大統領の選出投票で、マースームは211票を獲得した一方、 2009年10月から2012年4月まで、クルド自治区の首相を務め、マースウムの最大のライバルとなった、バルハム・サリフはわずか17票に止まった。次期大統領が選出された時、国際連合の反基分事務総長はイラクを訪れ、ヌーリー・マーリーキー首相とより、包括的な政府の必要性について会談していた。マースウムはこの役職を受け入れ、大統領として追う。 彼自身の重大な安全保障上、政治的、経済的な課題について研究した。8月26日、マースウムは新しい首相にハイダルアルイコールアバーディを任命したが、マーリキーはこれを憲法違反であると主張した。マーリキーの持つ権力は衰えていたが、マーリキーは新首相の任命がイラク国外からもたらされた陰謀である以上、権力の座に止まることが、 自らの責務であると述べた。マーリキーは、この件を連邦裁判所に訴え出て、国を守るため、最後まで主張を貫くと断言した。しかし、世界各国の指導者や自らの政党のメンバーから、かけられる圧力の高まりに直面して、2014年8月14日に退陣を表明し、アバディに首相職を明け渡した。ルナク・アブドゥルワヒードと結婚しており、 シレーン、ジュワーン、ゾザーン、シーラーン、ベイアーンの5人の娘がいる。一人息子のショワンは病気のため溶接した。ありがとうございます。